ボリショイペリス島の位置ボリショイペリス島とは、日本海北西部のピョートル大帝湾のリムスキー・コルサコフ諸島に属する島である。ウラジオストクの約70キロ南西に位置している。行政上はロシア連邦沿海地方破産地区に属する。現在のリムスキー・コルサコフ諸島にあたる領域は、最初にフランスのブリック・キャプリスによって、イールド・フランス・ペイレイズと名付けられた。 その後、スクーナーボストークの船長、ボイン・リムスキー・コルサコフにちなんで諸島は今の名称となったが、ボリショイ・ペリス島は、イールド・フランス・ペイ・レイズという諸島にかつて付けられた名称を引き継いだ。1930年代半ばまで島は無人であった。しかし、1938年のチョーコボン事件で、島は自然そのものによって形成された要塞として用いられた。 その後小さな駐屯地、いくつかの要塞と砲台、そして島の東海岸の山の頂上に灯台が設置された。1970年代後半になると再び島は無人となり、島は極東国家海洋保護区に活用された。また、1974年に他とのコミュニケーションが存在しない、極端な状況におけるグループ内の人々の精神。 生理学的影響に関する実験が行われた。リムスキー・コルサコフ諸島で最大の島である。南北町、約5キロメートル東西町、約1 1キロメートル海岸線長は1 2 7キロメートル面積は、約3.6平方キロメートル最高点は1 9 3メートル北部と南部の2つの部分から構成され、地境により接続されている。 幅約250メートルの砂浜があるが、島の大部分は岩がちで険しい。最も寒い月は1月で、平均気温は摂氏11度。最も暖かい月は8月で、平均気温は摂氏21度。ありがとうございます。